日曜日東京11レース第16回ビクトリアマイル G1 の開講をしていただきます。よろしくお願いします。はい、では行きましょう。はい、ビクトリアマイルは芝1600の G1 牝馬限定戦ですね。はい、オンザランさんから、スパチャいただきました。ありがとうございます。上野さん、ゆうたいさん、毎度お疲れ様です。今週は負けましたが、日々の解雇の積み重ねのおかげで楽しく競馬できています。今まで買うことなかった、平場に結構ハマってますと。当番組をコツコツ見直し、目も蓄積増やして、馬券力を上げたいと思います。来年の今頃は打倒月9です。はい、これからもお願いします。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ナイスバーでした。はい。はい。ということで、では開講していただく感じに。はい。では行きましょうか。ですが、はい、お願いします。まあ、まずね、グランアレグリアは、まあ、一言で言ったらやっぱ力が違いすぎましたね。はい。1分31秒0という走破時計で走りながら上がりの32秒6もすごいし、やばい、はい、まあ、これをまあやっぱメスの限定戦に出てきたらあかんなっていうくらいの強さですよね。前走の、ね、大阪杯は 2000m で負けましたけども、ミチュアルの加わる、ね、2000m で、まだ 2000m があかんっていうのは、それを決定づけるのは早計かもしれないですけど、まあ、それでもマイルがベストっていうことは確かだと思います。強いですね。まあ、2着のランブリングアレイは私これ推奨馬やったでしょ、はい、推奨穴馬ね、4番手なんですけど推奨穴馬、その理由は、まあまあ先週月曜日の重賞展望の時にも話しましたけども、4走前の軽い芝のカシオペアステークスの内容がいいんですよ。もちろんおっしゃられてるように上がり33秒台が使えるかどうかとかは全然わからないですけども、なので自身が33秒に使ったことはこれは驚きましたけど、軽い芝の時計勝負っていう意味では、まあ、距離の1008ではまあまあ対応してるんで、1600の距離短縮わからないですけど、軽い芝向きの穴馬っていう意味ではピックアップできたんですよね。私も先週の重賞展望皆さんと一緒にね出させてもらって、流れでも完全にランブリングアレイとサウンドキャラでいいんじゃないかみたいな話をしてたくせに取れてないって、もう下手くそすぎる。先週の月曜日段階の馬券買う時は当たってるっていう、そういうのがあるから難しいですね。ねえ、本当に、はい、ね、確変だったね。はい、阪神牝馬ステークス組のマジックキャストレゼルはこれちょっと明暗を分けましたよね。マジックキャストはギリギリ3着と2着の争いで首差負けましたけど、まあ、力は出したと言っていいと思うんですけど、レゼルさっきなんであかんかったか言いましょうよ、はい、なんでなんでしょうね。なんか言ってますけど、なんかあんまりピンとこないですね。ちょっとなんかわけわからんすよね。そうですね、やっぱ厳しい流れだと辛い、G1 の流れとかだときついんですかね、わかんないですけど、あとまあ4着のディアンドロも驚きじゃないですか。ね、控える競馬でここまで走るかと思いますよ ね。めっちゃ粘ってましたもんね、いやいやいや驚きましたよ。馬券からなんかで、ね、でもまあ、ちょっといろいろ驚いたな、これはな。そうですね、すごい。いやいや、でもこんなことができるようになったんやったら、この後相当楽しみですよ。まあ、ただ、こんだけメンバーが強くなっても、ここまで来たってことは、1008から1006への距離短縮がやっぱり良かったという見方の方がいいと思いますよ。ああ、確かに。はいはいはい。もともとだって、前、これ、この前のついて喋りましたけど、1200、1000万やったじゃないですか。はい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 。そう考えると、1008で重賞勝ったけども、1006への距離短縮がプラスに働いたっていうのが今回ですね。シゲルピンクダイヤもな、もちろん実績あるし力もあるし、そこそこ走るんですけど狙いどころっていうのは、ちょっとね、なんかちょっと難しいよな。まあいつも頑張るんですけどね、確かに。阪神戦力に出てほしいな、桜花賞の時の。そうですね、足を焦られへんから阪神戦力に出てほしいねんな。そうですね、パスして福島牝馬出てますもんね。まあいろいろ都合あるかもしれないですけど、はい、あと6着のレシステンシア、はい、競馬ブック側の見解の方が聞きます、距離が少し長いかもね。これね、
あの、まあ、それは競馬ブック側の見解ですよ、うん、あの私もこれ文章に書きましたけども、うん、ホルーンはマイルで、まあ、阪神ジュベナルフィーズを勝ち、チューリップ賞3着とし、おあごめんなさい、桜花賞2着とし、 NHK マイルでも2着としてますけど、これこの実績全部同世代のものなんですよね、うん、で古馬と戦うようになってからは、2走前の阪急杯を1400でレコード勝ちして、はい、前走は2まで出て、しかもダノンスマッシュと首差の接戦じゃないですか、うん、コバのごっつい強いところの実績で考えたら1600より短いところの強さの方が目立つから、うん、その歴戦のコバ相手の1600っていうのはどうなんかなっていうふうに見てたんですよね、うんうん、まあだからその見方っていうのは正しいかもしれないです、うん、今後、1000級が相手やったらマイルはちょっと長い可能性もありますっていうのを今回で示しました、うん、はい、うん、そう思いますね、うん、あとね、サウンドキアラね、去年の2着馬、うん、全然いいとこなかったな、リアメリアも全然いいとこなかったな、うん、リアメリアはゲート休め打ってなかったですか、違いましたっけ、いやいや、もうリアメリアとテルツェとかで遅れてんねんけど、でもそれにしても走らせすぎやな、サウンドキアラはまあ結論的に言うとやっぱ去年の勢いがないっていう風になってしまいますよね、結果論ですけど、はいはい、で、まあ、リアメディアとテルゼットの範囲がちょっとわからないな、うん、まあ、まあ強いて言うなら数字面で言ったらテルゼットとかもここまでやっぱ早い時計の決着でないじゃないですか、うん、上がりは33秒台3走連続でマークしてるけど、走破時計って1本33秒3が一番速くて、まあ、前走1本32秒6、今回1本31秒0での決着、うん、まあ、そういう意味でちょっと時計が速すぎたっていう見方がいいかもしれないです、うん、あのリアメリアも同様ですね、リアメリアこのレースでアルテミスステークス買ってますけど、2000のローズステークス買ってるじゃないですか、はいはいはい、だからでもだから、ま、あのに左回りのもうちょっと長い距離みたいですね、うんうん、お、あれ南海力お疲れ様です、南海力さんお疲れ様です、南海力はね今日ようやく相撲の初日が出ました、あ、うん、おめでとうございます、もうねもう4連敗したんでもうドライになってんねんと思いましたけど、まあ、今日やっと初日が出て1勝4敗、まあ、もう負け越しは決定なんですけど、まあ、それでも、ね、少しでも星を取り戻してほしいですね、うんうんうん、そんなとこですかね、うーん、まあ今コメントいただいてますけど、まあ、次安田記念ですよね、グランアレグリア、うーん、まあ強いですよね、強いね、相手ももちろん強化されますけどね、まあ、うん、ローテーションがすごい詰まるんで、うん、その詰まるローテーションがどうかだけだと思います、ああ、はいはいはい、うん、うん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 、去年アーモンドアイも、このビクトリアマイルを圧勝して詰まったローテーションでグランアレグリアに負けたじゃないですか、はい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 、でもアーモンドアイが負けたローテーションを今回はグランアレグリアが踏むわけで、そういったローテーションで状態面がちゃんとあるかどうかだけだと思います、うん、もう力的にはやっぱボバが相手でもこの強さやったら、まあね、うん、そう簡単にはって感じですね、まあ、東京マイルやと崩れなそうな気はしますよね、うん、はい、っていうところですかね、はい、皆さんそんな感じで大丈夫ですかね、はいはい、いいですね、はい、というわけで、はい、以上東京11レースビクトリアマイルの開講でした、ありがとうございます。